本県が鳥取県を下回って全国最少となったと、こういう出生数の減少というのが大きく影響しているというふうに考えておりまして、この点大変重く受け止めているところであります。県が発表した今月1日時点の高知県の人口は66万9516人で、わずか1年で8000人余り減少しました。死亡数が出生数を上回る自然減が進んだ一方で、県外への転出が転入を上回る社会減は、外国からの転入が増加していることから改善傾向にあります。その上で知事は、若い女性の仕事を増やせるよう、出会いや子育てと合わせて支援をしていきたいと述べました。また先日行われた統一地方選では、黒潮町議選で定数割れが起きるなど、議員のなり手不足が課題として浮き彫りになりました。その背景について知事は、県議会議員の報酬は月額77万円との水準だということでありますが、黒潮町さんの場合は月月額で18万円ということでありまして、議員報酬だけで生活ができるという水準ではなかなかないんだろうということだと思いますので、知事は報酬の水準の在り方も含め、議員活動に専念できるような環境整備について議論を進める必要があるのではと話していました。